僕たちが発信しているトレンドデザインのスラッシュカラーっていうデザインカラーの種類とエンドカラーっていう、この2種類を組み合わせたデザインをこうご提案というかご紹介させていただければなと。技術自体は簡単かなと思うんですけど、簡単な中にもかなりこうこだわりが詰まってますので、こうそのこだわりさえ分かっていただければ簡単に再現できる内容かなと思うので、ぜひ最後まで僕たちのこだわりにこう注目してみていただけたらいいなと思ってます。結構デザインのアイデアだったりインスピレーションってどんなところから来てるんですかみたいなご質問をいただくことは多いんですけど、僕の中でこう僕って結構クリエイタータイプじゃなくて、なんか01を生み出すのとかあんま得意じゃないんですよ。でスタッフにはそういうのが得意なタイプもいるんですけど、僕が生み出してる、僕がというかヌルが生み出してるスラッシュカラー、エンドカラーっていうのはどちらかというと、まあ、お客様がなんかこうこんな雰囲気でやってみたいとか、ここになんかちょっとポイントで色入れたいみたいなのが、そういうご要望に対してこうじゃあこうしてみようかっていう中で生まれているものだったりして、それで今日とりあえずお客様の理想に合わせてやってみたやつって、やってみたこのデザインって意外と応用効くんじゃないかみたいなところから、こうパターン化っていう方向につながって、よりこう広い範囲で落とし込みできるよねっていう相談というか、そういう会話がサロンの中であって、じゃあこれ名前つけちゃおうみたいなで発信しちゃおうっていうところでなんかこう決まっていったりするので、まあ、僕の中でそのデザインが生まれる瞬間っていうのは、なんかお客様のご要望とこちらの提案がなんかこういい感じにシナジーした時っていう感じですかね。その瞬間に生まれるなっていう実感があります。はい、じゃあまずビフォーの解説をさせていただきます。まあ、すでにオンカラーのベースは整ってる状態なんですけど、このピンクを入れる前の状態がだいたい 18.5 から19レベルっていう感じで、ところどころ以前暗くデザインをしていた残留がやや残ってるかなっていう感じのベースでした。で根元に関しては1ヶ月前にリタッチをされているとのことで、今回リタッチしてもよかったんですけど、あえてちょっとデザイン感を出したいなっていうところで根元はライトナーのみで上げてますっていう感じですね。で薬剤の選定を先にご紹介できればなと思うんですけど、根元はフィオーレの、ライトナーを 6% のオキシ2倍でやってます。でこちらに関してはピンク感を出したかったので、ただピンクだけでいっちゃうと結構流れちゃうような、毛先の方がだいぶダメージが進行してて結構淡い色味流れやすいかなっていう感じのベースだったので、剪定が、ブラウンとベージュとピンクっていう感じの構成で作ってます。剪定としてはアルティスト、資生堂さんのアルティストの CB11 と、資生堂さんのアルティスト CB11 とアジアンカラーフェスの12ピンク、こちらを1対1に対してフィオーレのクリアを、等倍で割ってます。でその総量に対してベラさんのソフタッチ6-68を 10%、 そして資生堂さんのカラーミューズのピンクを総量に対して 5% っていう感じで、でオキシは 3% 等倍で設定してやってます。まあ、そうすると、アンダーというかカラーのベースにブラウン味ベージュ味がこう乗った状態に、その上にこうアジアンカラーフェスのピンクとカラーミューズのピンクが乗っかってくるっていう感じなので、比較的こう流れやすい状態のベースでも安定したペールピンクが作れるかなっていう感じで選定してます。でこちらをこの動画内でお見せしてもよかったかなとも思うんですけど、シンプルな塗布の工程をお見せするだけになってしまうので、今回は主にデザインカラーの部分をご紹介できればなと思ったので、事前にオンカラーの仕込みはすでに完了した状態で、これからデザインカラーの施術をたっぷりこだわり伝えていけたらいいかなと思います。よろしくお願いします。で仕込みはちょうどこの収録日の前日にもうすでに済んでるっていう感じなんですけど、リアルなサロンワークを想定してお見せできればなと思うので、一旦ウェットからスタートします。つまりサロンワークでいうと、根元がライトナーで明るくしてオンカラーもし終わってて、でシャンプーして戻ってきたっていうところを想定して、そこからデザインを入れていくっていう流れになるので、その流れでお見せできればいいかなと思います。じゃあまずウェットして、カラーが終わりましたよっていう状態から今回の内容解説していければいいかなと思います。よろしくお願いします。
はい、カラーはそんな感じで、続いてカットなんですけど、まあ、すでに割とこう完成してるウルフスタイルっていう感じで、顔周りはややこうダメージもあって、まあ、ちょっと厚みがやや足りないかなっていう感じのベースなんですけど、ここうまいことそんなに量とか長さは切らないんですが、まあ、ウルフとしてよりこうしっかりリッチが立つように調整していければいいかなっていう感じですね。この辺のレイヤー感だったり毛先の質感、まあ、ちょっと1センチ弱ぐらい切ってやや厚み出してあげて、毛先の質感整えてデザインと連動させていくっていうところをポイントでお伝えできればいいかなと思います。でベースに関して、まあ、毛先の方だいぶダメージ進行してきてて、かつその以前おそらく暗い薬剤を入れたことがあるところなので、まあ、若干ここブラウン味が肉眼で見ると確認できるんですけど、こことかもデザインである程度リカバリーしてしっかり可愛く仕上げていければいいかなと思います。でカットはおそらく調整っていう感じになるんですけど、まあ、ウルフカットだったりデザインとの似合わせっていうポイントでかなりお伝えできることはあるかなと思うので、その辺を注目していただけたらいいかなと思います。